日本、アメリカ、韓国の外務次官協議がワシントンで行われ、中国や北朝鮮を念頭に、3カ国の結束をさらに強化していく方針を確認しました13日に行われた協議には、日本の森竹雄外務事務次官、アメリカのシャーマン国務副長官、そして韓国のチョ・ヒョンドン外交部第1次官が出席しました。 共同会見でシャーマン氏は台湾海峡の平和と安定を維持するために引き続き尽力すると述べ一方的な現状変更を試みる中国に対して3カ国が連携して対抗していく考えを強調しましたまた北朝鮮をめぐっては朝鮮半島の完全非核化を達成する必要があるという共通の目標のもと 3カ国の結束により北朝鮮を抑止し核開発を放棄するよう促していくと再確認しました。